青くても白くなっても気にならなくなってしまったのよ。日付がいくら進んだとしても私の頭は遡る。かさついた言葉を読み返すの。あなたを控えたのはどれだろうか。だって置いていたさよならを口に含んでみても、食べきれそうにないもの。あ、体に悪い、悪すぎるわ。ああ、私不健康。頭の上を早く過ぎ去って、初心者たちはギリギリのラインで世間を喘ぎ泳いでく。バカにしたように携帯電話がアラーム音だけを待ち引き出してしまうのよ。だって置いていたさよならを口に含んでみても、胸焼けを起こすだけ、食べきれそうにないもの。あ、体に悪い、悪すぎるわ。ああ、私体に悪い、悪すぎるわ。ああ、私不健康。あすみです。さっき靴脱いだらタイツに穴開いてました。と思って、足元見ないでください。さて、最初の曲はそのまんま不健康という曲でした。あんたが置いていったさよならがどうしても消化できひんくて、私夜も寝れへんし、ご飯も食べられへんし、どないしてくれまんのっていう曲でした。結構ね、地味に女の人が共感してくれるんですけどね。次に歌う曲もオリジナルです。アメリカに親友が旅立ってしまいまして、旅立ってしまいましてって言い方したらダメなんですけど、旅立つことになりまして、その親友に向けて作った曲です。ここにいるよという曲です。聴いてください。Thank you.
私の拍手があなたに聞こえればいいのに、いつも遠くで手を振るあなた、そこからの景色はどんな風なの。一人の怖さを知っているんでしょう。まぶたに残るあなたの揺れる影、一秒も忘れないわ。ここにいるよ、ここにいるよ。どんな時もいつでもあなたが帰れるように、ここにいるよ、ここにいるよ。どんな時もいつでもあなたが思い出せるように。あなたのため息が私に聞こえればいいのに、いつでも笑って手を振るあなた、一人で過ごすのが辛い夜もあるでしょう。すべて飲み干して耐えているのを知らないふりをすることしできない私だけど、ここにいるよ、ここにいるよ。どんな時もいつでもあなたが帰れるように、ここにいるよ、ここにいるよ。どんな時もいつでもあなたが思い出せるように。ここにいるよ、ここにいるよ。どんな時もいつでもあなたが帰れるように、ここにいるよ、ここにいるよ。どんな時もいつでもあなたが思い出せるように。ありがとうございます。ここにいるようでした。あ、なんかね、今日ね、鼻の下がすごく痒いんですよ。リハーサル中からずっと書いてて気にしないでくださいね。なんかね、今年も花粉症の花粉がきついらしくて、もう来てるのかなと思うぐらい、もうずっとなんかね、肌と鼻が痒くって。さて、次の曲はですね、ここはライブバーということもありまして、よくしょ、ちょっとお酒にまつわる歌を一つ歌いたいと思います。
カシスオレンジという、タイトルの曲なんですけれども、これは、20歳そこそこ、もしかしたら未成年かもしれないんですけど、甘いジュースしか、甘いジュースのようなお酒しか飲めない、まだまだ慣れてない女の子が、一回り上ぐらいかな、一回りぐらい上の男性を憧れて好きになってしまったお話です。聞いてください。カシスオレンジです。少しだけ
あなたの隣にいさせてお願い。ありがとうございます。カシスオレンジという曲でした。あ、そうそう、今日別にね特に喋ることを用意せずに来ちゃったんで、案の定こう口下手な感じで言っちゃってるんですけど、あ、そうや、告知だけさせてください。次回ここのボイスさんでライブをさせてもらうのは来月の4日になります。確か、共演者の方が森美希さんっていうギター弾き語りの子と、ピアノのインストをやってらっしゃるマイティさんっていう方とを、対バンさせていただきます。またご都合が良ければ皆さん来てください。まあ皆さんが来てくださったらそれに比例して私は緊張していきます。では高校の時に、ちょっとクラスで名物カップルがいたんですけど、そのカップルを見て作った曲です。茶番。何を何も知らないくせに私のこと決めつけないでよ。お前は可愛げがないだとか、頑固でどうしようもないとか、ほっといて。何よ何も聞かないくせに私だけ悪者にしないで。くすぶってたのはお互い様よ。一人だけ困った顔しないで、うざりしてるのよ。わかっているのに猫の撫で声で名前呼ばれたらお手上げ。マジで今回だけだからね、次はないわよね。聞いてんの、あんたに免じて言ってんの、少しは発声してみなさいよ。思えば離れて、離れたと思えばくっついて、私はそんなに暇じゃないのにうんざりしてるのよ。げんなりしてるのよ。鈍感なくせにこういう時だけハグをしてくるの、どんだけ。やっぱり俺にはお前しかいないなんて急にどうしたの。わかったなら別にもういいわ、あたしもそう思ってたところなの。ありがとうございます。いやですね、練習してもこうやって本番で間違えるんですね。もっと練習してきます。さて最後の曲を歌いたいと思います。私は本当にライブ活動を始めてまだなんぼやろ、去年の9月からライブハウスとかこういうところでライブをさせていただくようになって、まだまだ本当によちよち歩きで、いつもこう一緒に
させてもらってる共演者の方にねお勉強させてもらってるんですけども、なかなかもうあれですね、課題がどんどこ出てきて追いつかないんですけれども、まあやってる本人はすごく楽しいので、これからも楽しんでやっていけたらなって思います。さてまだまだ2組も今日はピアノ女子の日らしくて、みんな今日は鍵盤弾きの女性がばかりが集まった日なんですけど、まだまだ2組も素敵なライブが続きますので、私はこの曲歌ってパッと撤退したいと思います。中学の時にずっと思ってたモヤモヤを形にしてみました。わがままです。聞いてください。本日は本当にありがとうございました。憧れはいつも夕立のように僕を通り過ぎてゆく。アスファルトはただ冷えてゆくだけで何も芽生えはしない。空の僕はこの僕を互い違いにしてしまった。上手に笑って上手に話してやってはいけるけど、そばにあるのは限りない偽物。綺麗なものを集めてみたけれど、くすんでゆくだけで、サビだらけの僕がいる。本物が欲しくて、
飾ってみたけれど似合うわけなくて、アンバランスな僕がいるんだ。認められたくて綺麗なものを集めてみたけれど、くすんでゆくだけで錆だらけの僕がいるんだ。本物が今日は本当にありがとうございました。欲しくて ございました。すみでした。長尾
信じてた人にいきなり裏切られてしまった。人生の意味をポットライトを浴びて、眩しさの中目を開けた。私だけを照らす光、心すら見えなくする。きらびやかなステージ、夢見た世界だけど、光を浴びるほど影が増えてくようだ。前を見ても何もない、まるで孤独な操り人形。そうやって自分さえも消えてしまいそうになった。泣いて泣いて泣いて、見つける歌があるのなら、生きた音で奏でたい大切な歌だから。ノートに並べた言葉、何一つ嘘はないけど、光を浴びた瞬間、嘘に変わりそうで怖い。心なくした人たち、揺さぶられる弱い私、そうやって見失って、何が残るというの。もがいて、思って歩いてた。
た。君は今頃疲れた顔をして、家路を急ぐ頃かな。もしも願いが叶うなら、一番最初に手を取り温めたい。そんな暮らし、そんな暮らし、ただそこには愛だけがあって、ほらまた立ち止まって、君の連絡を気にしてる。最初2曲スポットライト、それからそんな暮らし帰り道聴いていただきました。あのね、私もね、さっきあすみちゃんが言ってましたけど、私もね、靴脱いだらタイツに穴が開いてたんですよ仲間です。そう、同い年やからね、あの子全然タイプは違いますが、
ピアノだけの日っていうのも珍しくて楽しいなと思ってます。次はちょっとね、いつもやってるんですけど、絵本を読みます。星の王子様。王子様は自分の星に一輪のバラを残して砂漠にやってきました。そこで一匹の狐と友達になります。やがて王子様と狐の別れの時が来たんだ。ああ、俺悲しいや、泣いちゃうよ。だって友達にしてって君が言ったんじゃないか。僕だって悲しいよ。そんなこと分かってら。でも泣いてるね、君。そりゃそうさ。それじゃあ仲良しになってもちっともいいことなんかなかったじゃない。違うよ。だって麦畑の色があるだろう。あの色を見ると君のことを思い出すよ。そして狐はこう言ったんだ。あのバラ園にもう一度行ってたくさんのバラたちを見てきてごらんよ。そしたら君の星のバラがこの世でたった一輪のバラだってわかるからさ。それからもう一度さよならを言いに戻ってきてくれよ。秘密を一つ教えてあげるから。王子様はバラ園のたくさんのバラを見に行って、あ、そうかと思った。ここにあるたくさんのバラの心と王子様の心とはまだ見えない紐で結び合わされてなかったんだね。だからバラといってもただの花だった。知らない花は知らない人と同じさ。僕は僕の星のあのバラに水もやったし、ついたてで囲ってガラスのケースもかぶせてあげた。愚痴も自慢話も嘘だって分かってて聞いてあげた。だから僕だけのバラだったんだ、あれは。王子様は狐のところに戻ってもう一度別れを告げた。さよなら、さよなら。じゃあ秘密を教えてあげる。とっても簡単さ。心で見るんだよ。大切なものは目に見えないんだ。大切なものは目に
見えない王子様は忘れないように狐の言葉を繰り返した。大事なものを見落とさないように、心の声、目を閉じて耳を澄ました。心の声を聞きたかった。かげろうが飛んでく、また季節が
次の曲で最後になりますが、少し告知を、先ほどねフライヤーを配らせてもらったんですけど、3月6日の水曜日にここちょっと上がってもらったところにあります神戸ウィンターランドというライブハウスでワンマンライブをすることになっています。この日はねバンドでやるので、鍵盤私も弾いて鍵盤2台と後ろバックバンドみたいな感じでやります。よかったらぜひ遊びに来てください。あ、今日もチケットあるんですけど、前売りを買ってもらったら当日限定の音源をプレゼントすることになってます。それからね CD もあって、その今度ワンマンでサポートをしてもらう人たちと一緒に作った CD があるので、ちょっと出してないですけど興味があったら言ってください。1枚1000円です。では最後の曲はその CD の中から、ある家族を見ていたろうそくの話を歌います。ありがとうございました。最後聞いてください。キャンドルライト。
幸せなキャンドルライト、家族がキャンドルライト、壊れないようにずっと見守っていて。ありがとうございました。この箱この葉でした。何度も考えては憂鬱な日々、閉ざした心はいつしか部屋の中で、ままで何も見たくないと拒んでいた自分なんて必要ないんだなんて考えたこともあったよね。あなたに出会う
掴みたいと願ったのに、まだ遠く遠ざかるの。追いかける力はもうない、手を伸ばす気力さえ。体はめまいで浮かび上がり、うつろに視線はさまよう。脳を立たせてみても、それは一瞬の気休めのように流されてく。その扉を開けないで、少しの光でさえ目をつぶしてしまうから。ありがとうございます。岩国まゆと言います。カタカナで全部書くんですけれども、いやいっぱい持ってるんですよ。私も靴下穴開いてるタイツ、いっぱいあるんですけど、今日はこんな時に限って全然穴の開いてないやつを、クソここで当たりが強い人なら履いてるのにとちょっと悔やんでたんですけど、1曲目はずっとタイトルがなかって、タイトルまだないんですけどって言ってたんで、ちょっと言ってたんですけど、もう一番最初に直感で決めようと思ってたタイトルがあって、セルシウスって言うんですけど、温度の単位、温度の単位なんですかね、もう響きで決めたというか、こうあんまり温度がない感じとか冷たい感じ、冷たいもう温度がない感じをイメージしてなんかこう歌ってた曲だったので、それに何かぴったり合う言葉はないかなっていろいろ考えてたんですけど、やっぱり最初に思った
のが一番かなと思いまして、セルシウスというタイトルになって今日初めて歌います。セルシウス、セルシウス、でもちょっと覚えられなくてセルシウス、合ってると思います。セルシウスという曲になり、なって今日初めて歌いました、っていう感じの曲で、そうですね、私もちょっとタイツのことだけ言おうって決めすぎて他何も考えて、もうサクサクでは宇宙の曲を一曲歌いたいと思います。ある夜出会った紳士、シルクハートに黒いコート、怪しげな杖を空にかざし一振り、空にまばゆい光が目もくらむような、思わず紡った目を開けた瞬間、銀色の宇宙船が飛び立つよ、僕を乗せて空に向けて、高く高く足元に広がったちっぽけな街、戻れない夢の中へ、告げて、ああ向かうのは空の果てだろう、銀色の宇宙船が飛び立つよ、僕を乗せて雲を越えて、高く高くどこまでも続くはず、ずっとこのまま、このまま覚めないで、ありがとうございます。宇宙の歌って紹介したんですけど、正しくは宇宙船の歌でしたね。なんかこう旅、ちょっとどっか行くみたいな。よいしょ。すいません。ちょっと宇宙つながりで、吐きつぶした靴を引っ張り出して、思い出の道を走る、今より一回り小さい影を抱いて、
窓を鳴らしたらそっと扉を開けてよ。遠く遠くピンクの空に消える消える口ずさんだ言葉探そう。空を這う電線を伝って君のところへ今すぐ行けたら真夜中したらそっと微笑んで見せて。ありがとうございます、今歌った曲が、夜色カーテン、夜色カーテンという曲で、なんか色のタイトルをつけることが多くてですね、最初の方は特に多くて、で限定して宇宙の歌って言った歌はブラックホールって言うんですけど、黒だったりとか、あと金色とか、そういう直接的なタイトルをつけることが多くて、イメージをそのまま色の名前でってしてたんですけど、この夜色カーテンっていう曲をつけて、ああでも青色でもないし黒色でもないし、うんと思って、この夜のイメージ何色かなって思って、なかなかその色が決まらなかったんですけど、やっぱ夜って結構皆さんの一人一人でイメージが違うのかなと思ったので、あえて抽象的な、夜色カーテンというタイトルにした曲です。でその、さっき言ったその金色をっていうのがタイトルになった金色は少しという、CD を去年の11月に作りまして、6曲入りなんですけれども、1000円になっておる CD が、これはちょっとバンドの人と一緒にやって、この弾き語りのスタイルとはまた違うアレンジにガラッと変えて、作った CD です。これももしよかったら後でフライヤーを配らせていただくので、そのフライヤーだけでも持って帰っていただけたらなと思っております。では次はその CD の中に、そのさっき言ったようにバンド編成なんですけど、1曲だけ弾き語りで入れている曲がありまして、その曲を歌いたいと思います。バラの花をイメージした曲で、すごい高飛車なイメージとかを持たれる花で、ちょっとツンツンしてるんじゃないかと思われる
ことが多いんじゃないかと思うんですけど、私は結構そんなバラの花が好きなので、そのバラの花を主人公に作りました。トゲ。
ありがとうございます。次の曲で最後なんですが私は、いつも弾き語りで活動しておりまして、インターネットでも岩国真由と検索カタカナで入れていただいたら、ホームページ、ブログとツイッター、フェイスブック、ミクシーあまりまめではないんですけれども、一通り登録は していてライブ情報とかあと時にちょっとくだらないことも挟みつつやっておりますので、もしされてる方いたら、はい、ちょっと声をかけていただきたいなと思います失礼しました、最後の曲は、ちょっとさっ、何です、今日は天気良かったですけれども、忘れ物の傘を主人公に作った曲がありまして、ついつい雨が降っていて傘を差して出かけてもお店の中に入っている間にこう雨が止んだりとかすると傘って忘れがちで、こうガードレールに引っかかったビニール傘とかをちょっと見かけること多いんですけれども、そんな忘れられた傘を主人公に作った曲があるので、その曲を最後に歌って終わりたいと思います。岩国真由でした。ありがとうございます。
まだ待っているんだね、次の雨の日まで、次の雨の日まで。ありがとうございました。岩国真由でした。Sun to and be strong, and you'll finally see.